険な敵だがやむを得まい。行くわよ。決まれ。ここに集いて神の御心を示さん。エンジェルフェザー。水後陣。決まれ。よし、これだ。ブレント。大事に。瞬人拳。瞬人拳。魔人拳。水に流れだ。ここに集いて神の御心を示さん。こんな強力な敵がうろついてるなんて。大きかったね。骸骨になっちゃう前はきっと大きなお家に住んでたんだね。あんな人間いないだろ。角あったし。あれは魔界の実力者の慣れの果てかもしれないわね。魔界？そんなの言い伝えじゃないの？そうとも言い切れないわ。悪魔や悪霊も私たちの生態系では考えられないもののはずでしょ。立証はされていないけど、おそらく私たちが悪魔や魔族と称しているものの住み暮らす世界があると思うわ。魔界の実力者か。でも倒しちゃったんだし、もう大丈夫だよな。だといいけど。ハッ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 ハ
相手が悪かったな。
らかに眠れ。なんてな。
するな。ロザエストエイジ。はっ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 
瞬時に剣を鍛えることになった。ま、こんなもんさ。停止疾患ね。早く横にしてあげましょう。大丈夫か？また迷惑かけちゃうね。いや、そんなの平気だけど。あ、いってー。もう何やってんだよ。コレット、大丈夫？どうしたのコレット？痛かった？どこか怪我したとか？ううん、なんでもない。ぼーっとしちゃった。コレット、手を見せてみろ。え、どうしたの？いいから。怪我してるじゃないか。さっき転んだ時だろ。こんなに血が出てる。でも痛くないから。え？あ、違うの。あんまり気にならない程度だからってこと。コレット、ちょっといいか？どうしたの突然？たまには二人きりで話してもしようと思ってさ。ロイド、これホットコーヒー。ありがとう。熱いだろ？うん、熱々だね。それアイスコーヒーなんだ。え？ジーニアスに冷やしてもらった。あ、そうだよね、冷たいもんね。嘘、本当はホットなんだ。やっぱり。お前いつからだ、何にも感じなくなってるじゃねえか。そんなことない。嘘つけ。さっき転んだ時にはもう感覚がなかったんだろう。それは。あんなに血を出してるのに俺が手を握っても平気なんておかしいだろう。バレちゃったんだ。最近お前飯食ってないし。食べてるよ。本当に数えるほどだろう。それに嫌いなものまで食うようになったし。それだけじゃないぞ。お前、寝てるか？寝てるよ。ほら、目も赤くないし。もう俺に嘘つくな。お前、昔から嘘つくときは愛想笑いするんだ。違う。俺はそんなに頼りにならないのか？違うよ。だって心配かけたくなかったから。何があったんだ？分かんない。分かんないけど、最初におかしくなったのは
火の封印を解放した時だよ。急に何も食べたくなくなったの。食べ物食べても味がしなくなった。味がしない？無理して食べると戻しちゃうからあんまり食べないでいたんだけど、いつまで経ってもお腹が空かないの。それ次の封印を解放したら今度は全然眠くならなくなった。目を閉じてもどうしても眠れなくて、それ以来ずっと寝てない。それでこの封印でとうとう何も感じなくなって。どうしてどうして言わなかったんだ。だってきっとこれが天使になるってことなんでしょ。そしたらこれぐらいでうろたえてちゃダメなんだって。これが天使になる。食べなくなって眠れなくなって何も感じなくなることが。あ、でも目は良くなったの。すっごく遠くまで見られるようになったし、音もね、小さな音までよく聞こえるよ。聞こえすぎて少し辛いけど。ごめん、今まで俺全然気づかなくてごめん。みんなには言わないでね。どうして。だってせっかく一緒に旅してるんだもん。楽しくしていたいから。だからロイドも気にしないで。バカ野郎。ごめんねロイド、せっかくロイドが私のために泣いてくれてるのに。すごく嬉しくて泣きたいくらいなのね。